ひなです。ピンク、ラテ、D、B、始まるよー。イエーイ。はい、ということで、今日はゆなのお部屋紹介をしていきたいと思います。イエーイ。ということでですね、今の時刻は、夜の10時半です。かなり遅い時間なんですけど、今から私のお部屋を紹介していきたいと思います。明日は学校なので、早く撮らなければならないという。前回のね、お部屋紹介をしてから結構日にちも経ってまして、結構お部屋も変わってるので、前回見てくださった方も楽しめるんじゃないかなと思います。それでは早速、お部屋を紹介していきましょう。せーの、どうぞ。はい、ということで、ここがゆなのお部屋です。まあ、ベッドはね、変わってないですね。前回から。ということで、全体がね、こんな感じになっております。結構変わってますね。ちょっとこの角度じゃあんまわかんないんで、順々に紹介していきたいと思います。この、カバン掛けなんですけど、今まではね、ちょっと違う場所に置いてあったんですけど、こっちに移動させました。で、ベッドがこんな感じです。これもまた前回と全く違うよね。これ見てください。なんか黄色っぽく見えるのは気のせいです。これ、ライトのせいですね。枕をたくさん置いてます。ちょっとこれさ、置き方がさ、規則的すぎてちょっと気持ち悪いんだけど。このね、お布団とこの枕カバーはお母さんから卒業祝いにもらいました。こちらピキノです。で、これが私が3歳ぐらいの頃から持ってるシロちゃんですね。これね、しおちゃんって言ってるんですけども、クリーム色みたいになってます。ちっちゃい頃から持ってるので。で、こちらがベッドの上に置いてあるアクセサリーですね。これがメガネとか、サングラスとか置いてあります。これがイヤリングとか、これ春ピアスとかのシールなんだけど、で、時計とか、そういうのが置いてあります。こっちがネックレスかけてて、これはね、ジェイダのノベルティでもらいました。スカーフとか、あとこれタトゥーシール、ウィゴーのやつなんだけどめっちゃ可愛くて最高です。こっちもママからもらったネックレスですね。こんな感じです。ちょっとアクセサリー多いからさ、選別していかないといけないんだけど、なかなかできてないです。こちらが本です。実は私小説を結構読む人で、今までは学級文庫っていうのかな、そういうのから借りたりして読みたい本を読んでたんですけど、中学生になってからですね、ちゃんと自分で買った本が読みたいなということで本をね、買うようになりました。ちなみに私の好きな小説家は東野圭吾さんって言って、推理小説を書いてるんですけど、ミステリー小説っていうのかな、書いてるんですけど、それを学級文庫で借りてたら超ハマっちゃって、新作を出されたのでね、それを買おうかなと思っております。で、こちらが修学旅行の時にもらったぬいぐるみと、これはね、修学旅行のディズニーの時に被ったカチューシャです。これ、ダッフィーとシリーメイちゃんがいます。イエーイ。はい、ということで、下下がってですね、こんな感じです。これが、ミキの、私、ゾウさんがね、動物の中でね、一番好きなので、の筆箱です。買ったはいいんですけど、数回使って使わなくなってしまったので、ぬいぐるみとして飾ってます。で、ここはファンの方にいただいたプレゼントとかが入っています。こちら手紙とかも入ってます。で、下が、これちょっと待って、いっぱいあるんですけど、こっちがお泊まりの時とかに使うやつですね。これちょっとおしゃれに入れる方法、ほんと知りたいんだけど、とりあえず箱欲しいんで買って入れてます。これがハンドクリームとか、保湿クリームとか、これはね、マリアからもらったやつなの。これさ、こういうのとかね、めっちゃ可愛いじゃん。だから、おしゃれに入れたいのね。もうおしゃれにやり方が全然わからなくて、ちょっとこんな感じでちょっとバンって入れてる感じなんですけど、おしゃれに収納する方法、セク入れ方大募集です。これが、マニキュアですね。私結構ネイルとかするの好きなので、結構お休みの時は塗ってます。で、この下が、ちょっとさ、ティッシュがさ、ダサいんだけどさ、ティッシュです。で、これがお財布とか、これカード入れとかです。で、これが綿棒とかゴミ箱とか、これ電気のメガネと鏡ですね。鏡ちゃんとしたやつ欲しいんですけど、こんな感じでちょっと壊れかけてるやつを使ってます。ちょっとあんま映したくないんですけどね。こちらがね、ベルトです。黒系が多いんですけど、こんな感じで、パンツスタイルが多いので、ベルトを置いてます。で、ここが結構お気に入りなんですけど、10時42分ですね。お気に入りのところなんですけど、このベッドの横に置いてある、なんかカゴみたいなサイドテーブルみたいなところですね。これは夏用の敷布団を置いてあって、これはなんか謎に蝶々のやつつけといたやつで、この空間がねめっちゃ良くて、これがキャンドルね。なんか、まだ一回もつけたことないんですけど、おしゃれなので置いてます。これはシーインの時計ですね。これ設定するの大変なんで、意外と。イエーイ。ね。で、これがニトリで買ったんですけど、リフューザーだっけな。香りのやつですね。これなんかね、化粧品みたいな匂いがして、めっちゃ私の好み。うん、で、色も可愛くて買っちゃいました。次にこっちの壁側のゾーンなんですけど、見てください。これめっちゃ変わったと思いません？前回と。こんな感じでいろんなものが置いてるので、ちょっと紹介していきます。よし、まず上から。これは多分前回もあったんですけど、この時計で、ちょっとこれ時間ずれてるんだけど、てか時間進んでるのかよくわからないんですけど、この時計です。これめっちゃおしゃれじゃないですか？私ね、この一面ね、打ちっぱなしの壁なので、これにマッチしておしゃれです。で、これが、さっき、推しの、配給の月島健くんの、チラシとかで着てたお洋服が売ってて、本当は私 M だったりとかするんですけど、これ一番大きいサイズを買って、月気分を味わってます。まあ一回も着たことないんですけどね。こういうのやるの好きで結構やっちゃってます。で、こちらですね。こちら新登場なんですけど、こちらはお風呂場のママのカゴをパクったやつですね。なんかね、結構コスメ収納にいいなぁと思って、やってきちゃいました。これちょっといつバレるかなと思うんですけど、ちょっと明日バレたらやばいなっていうことで。この動画上がったらバレちゃうので、みんなこれ、秘密にしててね。これはね、リップとかが入ってます。これね、マリアがくれた箱に入れてます。マリアがくれた箱？マリアがくれたプレゼントを包み込んでた箱に入れてます。で、これが、これね、私の先輩からもいただいたフランフランの口なんだけど、これめっちゃ気に入ってます。これとか、これがね、あとアンビンさんのノベルティの筆だったりとか、これなんか化粧品系が入ってます。これ私が持ち運びに超愛用してるでっかいバッグでいうと、お化粧ポーチですね。私の付録で買いました。こっちがお風呂入った時のセットで、パックとかコンタクトとか、細かいね、やつとかが入ってて、これがお友達からもらったバスソルトだったり、クルッっていうやつだったり、これがお風呂入る時に持ってくやつですね。この中にはヘアピンが入ってます。ヘアクリップっていうのが、ヘアクリップが入ってます。めっちゃ最近のね、お気に入りなの、これ。ミルボンのジェミール・フランのメルティーバターってやつなんですけどね。これめっちゃいい匂いでめっちゃおすすめです。これハンドクリームになるらしい。で、こっちがあんまり使う頻度が少ないやつで、これがアイシャドウが入ってます。だから日によってめっちゃアイシャドウ使うやつ変わるんですよ。なんで、その日使ってないやつを入れたりとか、アイシャドウは全部ここに入ってます。よいしょ。で、これがお掃除道具です。で、こちら私のお部屋のお気に入りポイントです。イエーイ。これね、実はね、私が作ったんです。組み立てたんですよ。ニトリのやつなんですけど、私が組み立てました。自慢です。で、これは帽子をね、かけたりとか、お気に入りのね、カバン、上着ね、なんかダサいよね、見方が。お気に入りのジャケット、コートとかをかけて、ちょっとおしゃれにしています。最近ね、お気に入りのね、ジャケットなんですけど、ちょっと主にアンディさんばっかりで、これもアンディさんで、みたいな。アンディさんばっかりなんですけど、この冬にめっちゃ使ってた、ジャケットですね。で、この下は学校の絵の具セットとか、塾のカバンだったりとか、あとこれ本の感じで置いてあるんですけど、中にこれ、電子機器だったりとか、あとは、こっちはね、ネットのセットの下に雑貨系を入れています。こうやってたらさ、めっちゃおしゃれじゃない？よいしょ。こんな感じでちょっと斜めに置いちゃって、ちょっとおしゃれにしてます。てかさ、高校行ったらさ、絵の具セットとか、なんなら絵の具セットもいるかいるのかわからんけど、なんかそれ以外のリコーダーとか全部さ捨てちゃったんだけどさ、高校になってもいるの。私中学校を卒業してから教科書類はもう全部捨てちゃって、リコーダーとかも全部捨てちゃったんだけど、これもしいるってなったら結構やばいので、これ高校で意外とこういうのいましたとか教えてほしい。もうコンパスとか三角定規セットも捨てちゃいましたで最後が小刀ですね。こんな感じでちょっとここおしゃれな空間ですよね。これが卒業祝いに普段行ってる顔剃りしていただいてる方にいただきました。すごい優しい方で本当にね嬉しい。このお花の色は幸福、幸せを象徴する色らしいので飾っちゃってます。これめっちゃ可愛いよね。これはどこか忘れたんですけど、これはピティさんからねいただきました。すごいよね、これ作れるのめっちゃすごいですよ。こんな感じで置いてます。なんかおしゃれな置き方よくわかんないけど、こんな感じで置いてます。でこの黒いレースはねとりあえず置いてるって感じですでこの下が結構好きな空間なんですけど、コスメですね。ディオールのここはコスメが入ってクリスマスコフになったり、こういうやつを置いてちょっとなんかおしゃれな空間っぽくしてます。あ、ちなみにこれはミーからねもらいました。タンプレでマジで可愛くて使えない。マジでちょっと今度使おうかなと思う。これめっちゃ可愛いよね。可愛すぎてこうやって置いちゃってます。ありがとうね。でこの下がマフラーです。この赤のマフラーと白マフラーと、ちなみにここにはスタバのね今年のクリスマスのタンブラーを置いてます。こんな感じでしたね。結構なんかちょっとね、やっぱ高校生になってシンプルでおしゃれな感じにしたいなと思って、こんな感じでまとまっております。イエーイ。はい、ということで皆さんいかがでしたか？やっぱ高校生になるということでね、シンプルで大人っぽい高校生らしいねお部屋作りを今頑張っております。ちょっとまだね完成形ではないんですけど、今でもいい感じにね、黒い背景でもいい感じにまとまってんじゃないかなって思います。高校生になるんだなってなんかまだ全然卒業式すらまだ終わってないのになんか浮かれちゃってるんですけど、高校生になるのをウキウキにしている私のお部屋でしたでね、また私は明日学校なので早く寝ます。ちなみにねなんだかんだいろいろやってたら11時過ぎてしまいましたはい、ということで私は急いでお風呂に入っておねんねしたいと思います。ということで皆さん、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。バイバーイ。感想をコメントに書いてね。イエーイ、バイバーイ。